8時の記者会見を始めさせていただきます。最初に1時の方からお願いいたします。はい、まず貝毒の発生と潮干狩り場のオープンについてです。大阪府の海域では、本年2月中旬より二枚貝の貝毒が発生しています。大阪府では毎週貝毒の検査を行い、その結果を公表し注意喚起をしてきましたが、3月上旬に府内の河口付近で採取したアサリを食べて食中毒になった事案も発生しています。検査の結果、安全性が確認されるまで、採取した天然のアサリやシジミなどの二枚貝を食べないようにお願いをいたします。府内の潮干狩り場の、については4月の14日より順次オープンをします。ご家族ご友人お誘い合わせの上、潮干狩りを楽しんでください。取った貝はお帰りの際に受付で安全な貝と交換しているので持ち帰らないようにしてください。次に、この後、16時から、成長の間において大阪桐蔭高校が第90回の、記念選抜高校野球で優勝した、報告に来てくれます。で、見事史上3校目の春連覇を達成をし、大阪に元気を与えてくれました。また積極的な取材をお願いします。僕から以上です。それではご質問をお願いします。最初に関しての関西テレビさんから。関西の関西テレビさんです。貝毒の発生についてなんですが、例によりも毒量が高い原因というのはどのようなことが考えられるでしょうか。貝毒は春先に貝毒の原因のプランクトンが増殖をし、それをアサリなどの二枚貝が吸い込むことによって貝の体に毒が蓄積する現象です。今年は特に毒量が高い原因は大阪府立環境農林水産総合研究所の調査によると、昨年の貝毒原因のプランクトンが落とした種が平年の数倍であり、増殖したことが大きい。潮干狩りのオープンにあたりまして、風評被害といったような観光面での影響が懸念されますが、安全面の対策というのはどのようになっていますか。まずはホームページ等で天然のアサリを取って食べないように注意を呼びかけています。具体的には府のホームページで情報発信や、砂浜の入り口などの看板を設置のほか、関係機関と連携した自然海岸および河口域のパトロールを実施、防災無線による放送などにより注意喚起を行っています。これらの対策は検査の結果が3週連続して国が定める規制値以下になり、安全が確認されるまで継続して行うこととしています。感謝から以上です。それでは次のご質問を。はい。まあ、これは法提供であろうと、府議会、市議会の、議会の場であろうとね、議論は、要は、中身のね、具体的なさまざまな議論が巻き起こる方がいいと思います。要はもう反対してる人たちは今でもやれるじゃないのって言うけどね、今は人間関係によってできてるだけなんでね、できなかったでしょと、橋本、平松時代、その太田磯村時代も、そういうことをやっぱり、市民の皆さん、府民の皆さんに、もう一度ね、思い起こしてもらうために、できなかったとき、どれだけマイナスだったの。で、今できてるからね、プラスっていうけど、これは人による関係ですよ。だからこれを制度化していこうというのが都構想なんで、そういうことも踏まえた深い議論をしたいと思ってます。先日実施した
かがあると聞いてるんですけれども、仮にですね、また再び肛門、肛門自体がゼロだった場合っていうのは、その効果を出さない可能性もあるのか、それとも条件等を変えてですね、また実施するのか、そのあたりも考えられます。まあ今公募、これをスタートさせた、2回目の公募スタートさせたばっかりなんでね、そのまあ、結果を見てね、また判断したいと思ってます。まあ今度はなんとかね応募していただけるよう事務方もね、いろいろと工夫してると思いますから、まあ今の時点でね応募がなかった場合というのはあまり考えていません。はい、それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。あ、すみません、関西テレビです。うん、IR について伺いたいんですけれども、うん、今月の27日、28日に IR 事業者が一堂に会するイベントが行われ、うん、そこにチーと吉村市長も参加されるということなんですが、うん、まあ、どのようなことを期待されますか。いや、もうとにかく、大阪にもたらす経済効果ですよ。で、経済効果、雇用ですよ。うん、今、毎年大阪に訪れてきていただいているお客さんが、昨年は1110万人、11万人でしたけどね、これを倍にするという、形で、観光というものがね、この観光と、それから IR のそういうエンターテインメント、大阪が従来持ってたおもてなし、それから、関西で京都や奈良といったそういうこう日本の文化をの拠点、こういうものも、こういうものと IR の、こうまあね持ってるポテンシャル、うん、エンターテインメント、これセットにして大阪に、今の倍の、インバウンドのお客さんを迎え入れたい、そのことが経済の成長につながると。だから今の時点でね、もう皆さん今日新聞にも出てるように、難波の高島屋が、東京の日本橋の高島屋の、売り上げを抜いたわけでしょ。60何年ぶりかでね、これ実際これ効果じゃないですか、すごい。でこれをさらに引き上げていこうというのが僕は IR に期待しているところです。実施法も、まあ、決まっていない中で、ちょっと早い話なのかもしれませんが、その今月末のイベントがですね、まあ、今後その業者の選定にですね、何か影響するようなことっていうのはありそうなんですか。いや、まあ業者の選定に影響するという、いうことにはならないと思います。まあ、どれだけのね、IR 事業者が、関心を示してくれているかというのはね、こう一つのメルクマールとして見れるかもしれないけど、もう業者の選定は大阪、もう何度も言うように大阪を一番愛してくれて、大阪に一番やっぱり、こう投資をしようと、そういう、こう前向きな姿勢のあるところです。ありがとうございます。それでは次のご質問をお願いします。毎日放送の米沢です。はい、都構想についてなんですけれども、東西区という名前についてアンケートは4月中に実施されるというお話でしたけれども、うん、今もうすでに始まっているのかというちょっと状況を知りたいのと、結果はやはり法提供の議論の場にも材料として出されるのか、そのあたり教えてください。いや、これまあ吉村政調会長のところでやってますんでね、僕が直接いつから始めているのかというのは僕がこうのところに、まあ、別に報告いらない話ですから、いつからやってるかは僕は今存じ上げませんが、これで出た結果はね、やっぱりこれ 維新の会として、その結果をもとにね法提供で議論をしていくということは、まあ、当然だと思ってます。4月25日次回決まってますけれども、その時にもう出すとかいうような、うん、結構タイトなスケジュールです、ね、いや、その時に全て出来上がってたら出すことになるでしょうが、まあアンケート調査ですから、それを
集計してね、その意見を取りまとめるというのがそこに間に合うかどうかですね。すいません、ちょっと以前にもお聞きしたんですけど、人口減少の問題でですね、大阪府でも全体としては人口が減っていく、推計が出ているわけですけれども、大阪市中心部は逆に増加、最近であれば増加傾向にありますし、西区は特に全国5番目で 126% になっているというのが増加傾向となっていますが、その大阪のこの現状についてどのように捉えられているか。いや、大阪が要は成長するエリアとして、受け止められてきたと思いますよ。だから仕事があるから人が集まるで、そういう人口が増えるっていうのはやっぱり子育て世帯とかね、これ今子供を産み育てていく、世帯が集まることが人口減少につながるわけだから、まずは現役世代が、豊かになれる、それだけの仕事がある、そういう、都市であるということにこうちょっと、そういう認識を持ってもらえることになってきたことと、それからやっぱり中心部は大阪市はもうこれは橋本吉村でね、子育て世帯に徹底的に支援してるからですよ。なんでもやっぱり僕も地元は、大阪市内の隣の八尾だけども、やっぱり八尾の人たちとその子育て世帯と話しててもね、中央環状線一歩一つ渡って大阪市になったらね、幼稚園保育園4歳5歳教育費無料なんでしょ。そっちです、もうそっちへ移ろうかなっていう話よく聞きますよ。それはそっちの方が子育てしやすいわね。で塾代助成もくれるんでしょ。それはやっぱりそっち側に集まってきますよ。だからやっぱり大阪市に負けないようにね、周辺頑張らないと大阪市ばっかりに集まってしまう。でも大阪市もだんだんあまり人集まりすぎるとね、学校の問題だとか、やっぱりそういうこうなかなかそれだけ、校舎を建てる土地がないとかそういう問題出てくるんでね、周りの市町村頑張ってほしいよね。周りの市町村もうとにかくね、もう何千万も市長が退職金もろてる場合ちゃうん違うかな。もうそのぐらいのことをね、自分の懐ばっかり考えてるね、もうそれじゃあね、とにかくそこに暮らすね、特に子育て世帯格差というのはひどくなりますよ。ちょっと考えた方がいいと思うね。まさにその大阪市内と市外の格差拡大みたいなところについて、今、各首長さんに頑張ってほしいということでしたけれども、府としてのその支援の策というか。大阪府としては府域全体で、だから高校というのは大阪府の役割だから、やっぱり高校の授業料無償化はこれ拡充していってるからね。やっぱり市町村はそれぞれのやっぱり、基礎自治体としてやっぱり幼稚園保育園というのはやっぱり市町村の役割だと僕は思いますから、地域でやっぱり子育てしていくということにもね、にもつながってくるわけだから、だからやっぱり幼稚園保育園は市町村が頑張る、これはやっぱり役割分担すべきだと思ってます。だから周辺でも、森口なんかは人口増えてるよね、子育て世帯は。これやっぱり森口は今度0歳から保育園幼稚園の無償化やってるよね。だから結局やっぱりみんなそういう現役世帯の皆さんね、現役世帯のみならず、それはお金あり余ってるっていうのはなかなかないわけだから、やっぱりそういう中でね、行政の中で、こう行革をやりながら財源を生み出してね、やっぱりそこの特にそういう子育て世帯への支援の支援の施策のね、これはもう格差がやっぱり人口格差にもつながると僕はそう思いますね。大阪市内では先ほど松井さんもおっしゃられましたけど、橋本さんの時代からずっと学校の統廃とか進めて学校をかなり減らしてきたわけですけど、今度逆に学校が足りないというような
毎件も出てます、最近出てますね、そういうなんかその人口集中による逆に弊害みたいなものもこう懸念されたりするんですか。いやでもやっぱり、ま、あのこれやっぱり中心部から人が集まってね、要はあの昔高度経済成長の時代にね、僕らはまあ、僕は、八尾だけどね、大阪市のベッドタウン的にねどんどん人が入ってきたわけよ、だからやっぱり中心部に魅力、中心部が成長するエリアという形でそこで雇用も生まれね、どんどん人が集まってくれば、まあ、これはもう経験済みの経験済みなわけだから周りにもねやはり、人が、こう暮らす状況は作れると思うけどね、だからその時にやっぱりしないと、周辺の衛生市でのね行政のサービス格差がねあまりにもありすぎるとね、これやっぱりその周辺部での今度、魅力の違いが出てくると思う、だからさっき言ったように森口は人が増えててね、我々の八尾が減ってるとかね、これやっぱり行政のねやっぱサービスの中身の差だと思うね、もう一点だけ大きな視点でいうとやっぱり大阪府内が全体的に人口減になっていくという中で一番その問題だと感じられるのは例えばまあ社会保障費の増大であるとか、まあ、高齢化、まあ、地域的な局所的なものかもしれない高齢化が進む極端に進んだりとか、どういったものを懸念材料だと考えられるんですか。問題いやだから何もせずにこのままね要は、人口長期シミュレーションのようにね、大阪の人口が、15年ぐらいすると715年じゃないか、とにかくね730万ぐらいになるとか言われてるけど、この時にはもうとにかく、高齢者がそのうちの3割4割になるわけだから、これはもうね大問題ですよ。だからそういう何もしなければそうなりますよと分かってるわけで、分かってるからこそ今我々はそれに備えてねいろんな施策を、まあいろんな施策の芽を植えてるわけですよ、だからそういう高齢者が増えた時もその人たちを支えるように大阪の経済は成長させる、だから IR も必要だし、まあそういう高齢者の皆さんに人生最後までね健康寿命と、平均寿命の差を埋める、そのためには万博というのが一つの、イノベーションのきっかけになるだろうしね、だから何にもしなければそれはもうね大変な世の中になると思うんですよ。でもそれがやっぱりそういう予測をされてるんだから今まさにこうそういう事態になった時に困らないような政策を今順次スタートをさせてるということです。だから人口減るというけども定住はね予測では減るってなってるけども、まあ今のインバウンドのお客さんが、今の倍以上になればね流動の人口は増えるということですから、その人たちが、大阪の消費拡大してくれればやっぱり高齢者の皆さんの社会保障費これもまあ支えられる財源としてね、こう見込まれるんじゃないかなと思います。それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは終了させていただきます。ありがとうございました。それでは政務に関するご質問をお願いいたします。はい、どうぞ。今週末に大阪の自民党の府連の大会に、安倍総理が比例の参加をされるということなんですけれども、安倍総理の、まあ、
松井知事との緊密なことがあり、大阪人口というのが不満点の背景にあるということで言われてはいるんですけれども、そのあたりについてどのようにお感じになられますか。いや、何とも感じませんよ。それは自民党の大会に自民党の総裁が来るというんだから、別におかしい話じゃないんじゃないの。自民党の大会に、自民党の、街宣車にね、大阪自民党の街宣車に共産党が乗ることもあるしね、共産党の街宣車に自民党がね、乗ることもあるし、共産党の大会で自民党が、昔からの兄弟じゃないかというね、挨拶することもあるんやから、自民党の大会に自民党総裁が来る、普通の話じゃないですか。もう大阪はもう、自共連合だから、そんなんもう、もう総裁が来るのはごくごく普通の話で、そのうちね、また、都構想近づいていけば、今でも豊中の選挙でもそうだけどね、もう自共大連合は、もう大阪はもう、ではね、普通に行われる話なんでね。もう自民党の大会に総裁が来るなんて別に珍しくも何ともないと思う、だから驚きませんね、全く。次のご質問をお願いいたします。先ほど都構想の米の改定で住民のアイデアを聞きましたが、この結果に基本的には従うという理解ですか。いや、結果は一つの、従うというより、そういう調査をして、それが多数であれば、それは尊重すべき意見にはなるよね。それに、出たものが、仮に淀川君が多数だった場合に、絶対にもうそれで上回る決まりということではなくて、それはまた党内で。それは法廷協議会で委員の皆さんがいろいろと意見を、ね、それぞれ、区の名称についてもあるだろうからね、その法廷協議会の多数をもって区の名称は決めるということです。いや、まずね、特区っていうのは、これはすべて総理案件ですよ。だから僕ね、これを最初のところで、安倍総理がね、もう特区はもう、要はアベノミクスの、3本の矢の1本だから、規制緩和は。だから特区案件はすべて総理案件って、これ認めていいと思いますよ。我々も、こう民泊特区やるときに、これはもうまさにアベノミクス の規制緩和だということで、官邸にね、この早く決めてくれということで、何度も通いましたよ。で、その時は官邸の、事務方同士の協議もやりますよ。我々東京事務所 の所長が、官邸行ってね。官邸の、しかるべき人と、今その日程的にどうなんですかとか、いう形でね、事務方同士の協議もやる。だから加計学園についてね、これ総理案件というのはそこ否定するから分かりにくくなるんで、総理案件は特区は全部総理案件当たり前ですよ。だってアベノミクスの、一つのパーツだから、そこをね、あまりにも否定しすぎるから話がややこしくなってるのかなと思います。で、文書があった内の話は要はその、中村知事は備忘録と言ってるようにね、それは官邸の誰かと、どこかで、そういうこう、家計学園の友人に対してね、いろいろそれは
事前協議なり何なりは、それは誰とやったのか僕わからないけどね、全く事前協議も何もないというのはありえないんで、ただそれは官邸でこう秘書官なのか、補佐官なのかは知らないけども、官邸でそれを受ける人というのはもう毎日何十の人とそういう形で多分会ってると思うんでね。だから、その事前協議というか、まあ 顔を合わせるというか、一度こうご挨拶程度 のそんな話であればね、これは覚えてるかどうかは分かりません、うん、だから問題は家計をが、獣医学部を新設して今治にできたことに対して家計から、こう何かな、政治に対してさまざまなこう贈収賄的なことがあったのかっていうのが、そういうのがそういうのは問題になるけどね。これ特区をやると、それも第一次安倍内閣の時から加藤知事が念願にしてたわけでしょ。だから家計がありきだというのはもう当たり前の話だと思うんでね。だからまあ総理も特区については全てこれアベノミクスの規制緩和矢の一本だから、これは官邸案件、総理案件と言われてもね、否定しない方が僕はいいと思います。だって僕はずっとその特区についてはこれは、アベノミクス の、こう推進する一番の、矢の一つだと、柱だと思って、今までずっとこの大阪で特区を、早期に、実現するためには絶えず官邸に僕は要望してましたからね、うん、だから官邸に女は要望したらあかんのかという話になるんでね、うん、要望は受けるのが当然だと思うしね、うん、そこで家計について何が問題なのか僕はよく分かりませんね。野党側はその総理当時の総理秘書官が直接だっていうかことを問題視していて、でその当時の総理秘書官が、ね、国会への関門、署名関門を含めて主張してますけれども、秘書としてはどのような対応。いや、これ出てきてくればいいと思いますよ、秘書官、うん、出てきてね、正直に全部喋ったらいいんです。でも今の時点で覚えてないというのはね、これはまあ僕も含めてだけども、まあ、大阪府庁でも毎日、面会数なんていうのは部局によっては何十にも及ぶわけだから、それを全て覚えてるかっていうのは人間の記憶でないかもしれないから、だからその辺も正直に話したらいいんじゃないですか。でもその秘書官も会ってたとしてもね、何が問題なのかっていうのをね、ちゃんとこうその政治側も会ったことに対して何が問題なのかっていう追及が必要だと思いますね。総理秘書官と会うのが何が悪いのかよくわからない、うん、そこで金儲たりしたらダメですよ。何十人もあっていや、もうこれだけね、なんか疑惑だとか何とか言われるんだから、もう国会出てね、もう忘れてるんなら忘れてるとはっきり言えばいいと思います、うん、一連のこの法務省の問題も含めて、うん、いや、だからこれはね、もう本当にね、IR の話と公文書の話は別でしょと。なんでこの、公文書の話が終わってからないと次の、こう IR の話ができないのかがもう不思議でしょうがない、うん、公文書の話はこれはもう役所が、霞が関の、その役人がね、やっぱりもう政治家をなめてますよ、うん、だからやっぱり体質の改善は必要、特に、まあ、財務省とかね、うん、とにかく
森友に口裏合わせお願いするとかね、それから決裁文書を変えたとか、もうこれはもう有識事態で、これはやっぱり役人のね体質改善が必要だと思うけど、その話と、この経済の成長の話をね、これはもうやっぱりこれは並行してやらないと、なんでそのこの今の要は公文書のさまざまな問題点、これが、整理できてからになるのかがよく分かりません。うん、要は野党、与党だろうが野党だろうが、その国民のために、日本の経済を成長させることについてはこれは反対はないはずなんでね。だからその話は別でやればいいんです。野党の中でね、もう経済は横に置いてとにかく、政局だっていうね、もうそんなね、そういうことを考えてるんならね、これはもうちょっとどこ向いて、政治してんのということですね。要は結局、自分の選挙に有利になるかどうかだけの判断をしてると言わざるを得ませんね。だから与党だろうが野党だろうが、日本の成長を、ためのさまざまな仕組みについてはこれは前向きな議論をすべきだと思っています。他にご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。それではこれからの質問を終わります。ありがとうございます。